熊本市立図書館は、熊本県熊本市中央区にある市立の公共図書館である。市立図書館、植木図書館、城南図書館、富合図書館、熊本森都心プラザ図書館の敬語館のほか、図書室16室、移動図書館社3台を持つ。前身は、第二次世界大戦の終戦後に連合国軍、最高司令官総司令部の民間情報教育局が、 日本各地に設置した CIE 図書館の一つ、熊本 CIE 図書館であり、これは1948年10月に蔵書数3000冊、雑誌400種で開館した。当初からレコードやスライドなども所蔵しており、定期レコードコンサート、英会話講座、童話会などの文化活動を行っていた。1951年の時点では蔵書数7000冊、 雑誌500種にまで増えたが、それらは医学、機械、教育といった専門書が大半であった。1952年5月に、米国国務省の管理下、アメリカ文化センターとなり、翌1953年の10月に、熊本市へ移管され、中央公民館図書室と統合の上、熊本市立図書館として、思考街道の2階に移転した。これは、 九州の県庁所在地の中で最も早い私立図書館の開設である。その後、1965年に熊本城二の丸へ、1968年白川公園内の社会教育会館へ移転。1982年4月には現在地のコンピュータを備えた新館へと移転した。改修工事のため、 私立図書館は2014年9月1日から2015年2月28日まで半年間の長期休館となったが、市内にある熊本県立図書館も私立同じく国の地域の現気臨時交付金を活用して改修工事を行うことから、私立、県立揃って長期休館となってしまった。ありがとうございます。